こちらがお求めの品ですわ。どれも上質なものを揃いましたから、ご心配なく。あと、新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。え、いらない。皆様かと思えば、私の大事な、大事なお客さんじゃありませんの。おそちらはアール村のガーディアン、キャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。あ、さてさて、ご用件は何でしょう。私、砂漠では怪しい取引なんて、怪しい取引なんてしてませんけど。あら、情報を求めて。なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし、倍の値段で。いや、免税対象でもありますから。人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。利益は少ないですが、人探しはとーした手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。あらま、潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に、差し入れ代、それから20万もら。20万もらでいかがかしら。構いませんわ。人情味のあるアール村の方には、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。商売をしてたら破産してしまいますわ。私の聞き間違いじゃありませんよね。いやー、最近のアール村にはビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、ガーディアンの後ろ盾までもらえるな。確かに悪くない取引です。確かに。キャンディーズさん、ひょっとしてハール村のために攻撃を行おうと。恐ろしい女です。はい、わかりました。ただバタだけのつもりでお引き受けします。さあ、3万もらで受けたまわりましたわ。気づくために損を覚悟でお受けいたしましょう。ストップ。3万もらでもう決まりですの。宝石職人へのおもてなしは500
くぼらの屋台料理で済ませるしかありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまっしゅ。このタイプの依頼は手間がかかりますの。また明日。モラと労力惜しまず、あなたたちの依頼を引き受けました。わっはこの三人は羽兵衛様の親切をとくと胸に刻んでくださいま。